防衛省では、関係が冷え込む一方の中国、ロシア、北朝鮮などの弾道ミサイルや、長距離巡航ミサイルなどに対抗するための反撃能力、敵基地攻撃能力を獲得することにしたみたい。その結果、射程 2000km から 3000km を飛翔することが可能な長射程のミサイル開発を進める方針を明らかにしたよ。反撃能力の獲得は必須だよね。何が起きてもおかしくないような関係だし。そうだね。さて今回は防衛省が2030年代までに射程 3000km の長射程ミサイルの配備を目標に設定したことについて、詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。現在は陸上自衛隊が保有している1式地対艦誘導弾を対地攻撃用に改修して、さらに射程を延伸させた能力向上型の1式地対艦誘導弾階の開発が進められていて、2026年度の配置を目標としているんだけど、これに続くものとしてさらに長射程の、当初防衛用高速滑空弾の開発及び、すでに中国やロシアが保有している、マッハ5以上で飛翔する極超音速誘導弾の研究を進めるとしているよ。1式地対艦誘導弾は射程 200km の地上発射型の地形追証飛行が可能な巡航型の対艦ミサイルで、開発当時の仮想敵国であった旧ソ連が北海道などへ上陸することを阻止するために押し寄せる艦艇への攻撃のためのミサイルで、その運用は発射装置を乗せた車両を北海道の山奥深くに隠蔽し、日本に上陸しようと近づく旧ソ連海軍艦船を擁撃するもので、沿岸に配備された陸上自衛隊や戦特化部隊のレーダーが目標に誘導するシステムのことだね。しかし、近年においては仮想敵国が旧ソ連の崩壊によってロシアに代わりさらに中国が加わったために、防衛が必要な地域が北海道から南西諸島及び先島諸島にまで拡大し、目標とする艦艇をさらに洋上沖合で撃破することが求められるようになったのであるが、南西諸島などの島嶼にミサイル発射機を配備することについては問題があり、例えば狭い島の中では発射装置を隠蔽する場所がほとんどないために先制攻撃を受けて壊滅させられる恐れがあり、石垣島や宮古島に配備されている1式地対艦誘導弾は簡単に撃破されてしまう可能性が指摘されていたよ。そのため1式地対艦誘導弾の射程を 900km まで伸ばすことで、発射装置を隠蔽することが可能な山岳地帯のある広い沖縄本島に配備することが可能となり、山中を移動しながら発見されることなくミサイルを発射することが可能となるばかりか、沖縄本島にある航空自衛隊と米空軍の基地に配備されている地対空ミサイルで敵のミサイルから防御できることも大きな利点となるね。そして、射程をさらに 1500km まで伸ばすことができれば、さらに広く対空防御が厚い九州への配備も可能となるんだ。より一層中国海軍への抑止力が高まることが期待されているんだね。なお日本政府は現在、1式地対艦誘導弾階が配備されるまでのつなぎ的な役割を担うものとして、アメリカから射程 1600km の巡航ミサイルトマホークを購入して配備する計画を進めているみたい。また、当初防御用高速滑空弾はロケットエンジンによって打ち上げ弾道飛行の後に、弾頭部分の滑空体が切り離されて滑空飛行に移り、終末工程で目標上空に達すると急降下により、高速で目標に突入するため、迎撃が非常に難しいミサイルなんだ。弾頭の小さな滑空体部分だけを飛翔させることでレーダー反射断面積 RCS を極小化することができ、滑空体が飛行する際には、GPS など衛星測位システム GNSS の誘導によって複雑な軌道を飛行するため、従来の弾道ミサイルや速度が遅い巡航ミサイルと比べて迎撃が困難とされているんだって。防衛省では2026年令和8年度から射程 300km から 500km とされるブロック1の配備を開始し、2030年代から射程 2000km から 3000km となるブロック 2B の配備を開始する予定で、さらに対艦攻撃用途を視野に入れた性能向上や、潜水艦発射型の開発も検討されているみたい。陸上自衛隊においてはこの防衛省の計画を受けて、
現在退役が進められている多連装ロケット砲システム MLRS の後継として、高速滑空弾大隊を2個編成することが決定されており、この2個の大隊を九州と北海道の駐屯地へ配備することを検討しているというね。2023年度防衛予算では、2022年度防衛予算から 26.3% 増となる6兆8219億円が計上され、これら長射程ミサイル配備関連予算としては、最新型のトマホークの購入費として2113億円が計上されたほか、反撃能力を保有するための国産の1・2式地対艦誘導弾階の射程を延伸する能力向上型の開発に、338億円を充てて、その量産のための費用として939億円が計上されたよ。また、当初防衛用高速滑空弾の開発費としては2003億円を計上し、極超音速誘導弾の研究費も585億円が盛り込まれたほか、大柄な長射程ミサイルを保管するための弾薬庫の増設が必要となり、その整備のために58億円が保管庫建設費として計上されたよ。政府ではこれら反撃能力を有する兵器の保有運用の必要性を明記するために、今後10年間における日本の外交及び安全保障の指針を示す国家安全保障戦略などのいわゆる安保関連3文書を2022年12月に閣議決定していて、その新たな国家安全保障戦略では、ここ数年の中国における南シナ海、東シナ海、太平洋への強引な海洋進出などの軍事行動について、我が国と国際社会の深刻な懸念事項であり、日本とその同盟国などが連携して対処しなければならない。これまでにない最大の戦略的な挑戦であるとして、日本を攻撃する意図が明らかと見られる。ミサイル発射基地などを発射される前に攻撃して破壊する反撃能力を保有することの必要性が明記されたんだ。この反撃能力については、憲法9条を盾とする護憲派政党の議員や左派の市民団体などが、日本がこれまで堅持してきた平和憲法である憲法9条を否定し、自衛隊の基本戦略とされてきた専守防衛の姿勢を否定するものとして反発しているね。しかしながら、近年の中国が急成長を遂げている軍事力を背景として沖縄県の尖閣諸島などにおいて、日本に見せている高圧的な外交姿勢や、太平洋戦争の終戦時の混乱に紛れて北方領土を一方的に占領し、さらには北海道に触手を伸ばそうとした旧ソ連の方針を引き継いでいるロシアの脅威は年々増すばかりであり、日本が平和憲法を盾として対話を望んだところで両国とも聞く耳を持ち合わせておらず、ひたすらに軍事力を振りかざし日本への恫喝を繰り返しているのが実情だよ。防戦一方のままじゃいつか痛い目を見ちゃうからね。万全の備えをしておくべきだと思うな。そして両国それぞれ、日本を直接攻撃可能な弾道ミサイルや長射程巡航ミサイルなどを多数保有している中、2022年2月24日に始まったロシアのウクライナ侵略戦争では、ロシアがそれらミサイルに加えて、自爆攻撃型ドローンを一時に大量に発射する飽和攻撃を実施したよ。ウクライナ軍はアメリカをはじめとする北大西洋条約機構 NATO から供与された、多数の地対空ミサイルで形成された防空網によって飛翔してくるミサイルやドローンの多くを撃墜したにもかかわらず、防空網をくぐり抜けたわずかな数のミサイルやドローンによって、インフラ施設や設備を破壊され、国民が困窮している様子が伝えられているね。日本が掲げてきた専守防衛とは防衛白書によると、相手から武力攻撃を受けた時に初めて防衛力を行使し、その対応も自衛のための必要最小限にとどめ、また、保持する防衛力も自衛のための必要最小限のものに限るなど、憲法の精神に則った受動的な防衛戦略の姿勢を言うと定義されていて、これまでは日本本土が敵の攻撃を受けてからでなければ反撃ができないと解釈されていたよ。しかし、それは太平洋戦争終戦時の、まだミサイルが今のように、進化していない時代だから通用する概念であり、時代に即してはいないとの指摘が高まっているね。もしロシアがウクライナに対して行っている飽和攻撃を日本に対しての先制攻撃として実施した場合、それにより日本のすべての自衛隊基地や施設、弾薬庫、
燃料貯蔵タンクなどが破壊され尽くされることは明らかで、反撃どころかいきなり丸裸にされるであろうとの懸念があり、反撃能力を持つことは必要不可欠かつ抑止力としても有用との見方が広がっているね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。